ミゲルデイカザ・ミゲルデイカザは、メキシコのプログラマ、フリーソフトウェア開発者、GNOME とモノの,の開発で著名、メキシコ式シ出身。父は、物理学者。母は、生物学者という科学者の家庭で育った。メキシコ国立自治大学に進学するが学位は、取得しなかった。1992年頃から、フリーソフトウェアを制作し始める。1997年夏。 マイクロソフトからインターネットエクスプローラーのスパーク移植版チームの仕事を紹介されるが、学位の不足によりが衆国就労ビザを取得することができず、職を得ることはできなかった。後にはインタビューで、この時 IE のコードをフリーにする要紹介者を説得したと語っている。これはネットスケープ社がモジュラをフリー化するよりも早かった。同年8月15日、デイカザは、 フェデリコメーナと共に GNOME プロジェクトを開始する。これは Linux やその他の u n i x l ライク OS において完全にフリーなデスクトップ環境とコンポーネントモデルを実現するものである。初期においては彼はミッドナイト・コマンダー、ファイルマネージャーと Linux カーネル開発に携わった。また、表計算ソフトウェア・ニューメ r ックも開発した。1999年、デイカザは ナットフリードマンと共にインターナショナルノームサポートという団体を設立。その翌月にインターナショナルノームサポートはヘリックスコード社として法人化を果たした。ヘリックスコード社は実質的に GNOME の開発母体であったが、一企業による支配は悪影響を及ぼすという判断から GNOME 関連のフリーソフトウェアを扱う会社という名目で活動し、 就業を希望する多くの GNOME ハッカーたちを次々に雇用した。2001年にヘリックスコード社はジミアンと改名、デイカザによるモノプロジェクトの開始がアナウンスされた。これはマイクロソフトのネットフレームワーク開発環境を Linux や u n i x ライクプラットフォームに移植するものである。2003年8月、ジミアン社はノベルに買収され、現在デイカザは 同社開発部門のバイスプレジデントとなっている。ミゲルデイカザはフリーソフトウェア財団から1999年のアワードフォーザアドバンスメントオブフリーソフトウェアをマサチューセッツ工科大学から1999年のイノベーター賞を受賞している。また、2000年9月のタイム誌における新世紀のイノベーター100人の一人として名前が挙がっている。デイカザは2001年の映画。 アンティトラストとザコードに亀を出演した2003年ブラジル人のマリアローラと結婚したありがとうございます。